こんにちは、アシスタントのガルです。はい、じゃあタイさんはなんかまあ後ろ今回ね私絵描いてきたんですけど、まあ、3号店って書いてあるんですけど、結局タイさんガソリンスタンド作れたってことでいいんですか？作れないんですよ。結論から言うといろんな行政指導規制があって、ね、ガソリンスタンドは作れない。だけど僕は業界紙にも、ね、ガソリンスタンド借りますとか、はい、またいろんなね人に、うん、ガソリンスタンド賃貸だとか、うん、まあ、売り物があったらね、うん、知らせてほしいと、まあ、結構あちこちに、うん、僕の仲間も増えてきたのね。あ、はいはいはい、商社からもガソリン買ってるし、うん、それから安売りガソリンスタンドがどんどん増えて、うん、僕のところに聞きに来て、うん、僕が教えてあげるでしょ。あ、だからネットワークが広がってったわけですね。ネットワークが業界内でかなり広まってきたのね、うん、なるほど。で、まあ、ことあるごとにテレビだとか、うん、雑誌なんかで、うん、安売りガソリンスタンドどうなんだとかね、うん、その頃からも安売りガソリンスタンドは品質が悪いんじゃないかと。まだ言われてたんですか？いや、結構張ったんだ。いや、今でもそうだよ。今でも安売りガソリンスタンド品質悪いよねっていう人もまだいるわけだから、うん、で僕がその度に取材されて、うん、いやそんなこと全くないですよと、うんうん、まだ全部流通ルートとかねまた説明すると、うん、まあ、納得する人もいれば、うん、ね、それでも全国5万8000箇所のガソリンスタンド組合の人たちは安売りできないもんだから、そうです、ね、安売りガソリンスタンドはもう品質が悪いと、これで防御するしかなかったわけね。そんな見苦しいですね。いや、まあ、それはね業界の立場があるから、うんうん、それはもう相手の僕が相手側だったらもうそういうしか仕方ないんだよね。あ、同じことしてた、同じことしてたでしょ、うん、それはだからそれはもちろん今になってね、うん、時事になってから分かることだよ。これはまだね23か4の小僧ガキには、ね、そんな相手の業者さんをね、うん、思いやる気持ちなんかね、自分のことで精一杯だからなかった。じゃあもう今だったらそういうふうに言われたらやめるんですか？やめない、やめない、やめない、やめないね。やめないけど、まあ、まあそういう一時代があったっていうことで、あ、はいはい、で、まあ、そんな時にね、うん、ガソリンスタンド買わないかって話が突然来たんだよ。あ、買わないかって来たんですか、うん、このガソリンスタンドはですね、買わないかって来たの僕に。あー、うん、なるほど。で、この神奈川県ね、大和市、南林間っていうね、南林間って実は駅があるのね、小田急線で。うん、僕も知らなかった、うん、小田急線で神奈川行ったことないんで、うん、小田急線で、まあ、有名な町は町田って駅があって、あー、わかります。町田の次が相模大野っていう駅があるのね、うん、相模原じゃないんですか？相模原ってのは JR、うん、横浜線で相模原って駅あるんだけど、うん、小田急線で相模大野って駅があって、うん、相模大野駅から2つに分かれて横浜平塚とか小田原行く線路と、うん、もう一つは江ノ島行く、うんうん、相模大野駅から分かれるんですね、はい、その江ノ島方面の電車に乗って3つ目か4つ目に、うん、東林間の次が中央林間、中央林間の次が南林間って駅があったんですよ、うん、まあ、今ではあるけどね。その時はその土地勘はあったんですか？そこは土地勘は全くなかった。ゼロに近い。僕は神奈川県、埼玉県はね、うん、家売ってたんで。とか千葉とか？いや、千葉も知らない。ああ、川越とか春日部とか坂戸はしてたけど、うん、もう千葉と神奈川は全く知らなかった。テリトリーじゃなかったですね。全く土地勘もなかった、うん、で大和市ってどこですかという世界だったの、うん、あ、もうポカーンって感じですか、ね、で当時は中央林間から今は、うん、田園都市線っていうね、線路出てるでしょ、はい、わかります、わかります。でずっと半蔵門線までつながってずっと行くんだよな、うん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 、当時は中央林間にその線なかったから、相模大の東林間、中央林間、それから南林間ってね。あ、じゃあここら辺はあんまり電車が通ってなかったんですか？いや、ちゃんと通ってるよ。小田急線ちゃんと通ってる、伏線でちゃんと通ってるけど、まあ、南林間にね、うん、駅からすごい場所なんで、駅からね直線道路に面してて、うん、まあ、道路で角地ですごいいい場所だったの。あ、道路で角地で、うん、この道路もちゃんと車の交通量が十分あって、うん、川越よりも、川越よりもあった、すごいいい場所で、はいはい、駅からね、駅から歩いてね、5、6分の場所だったのよ。南林間の駅から歩けるんだよ、うん、で、すごいいい場所で、
で価格がね2億円だったのね、200坪で。高いんですか？高かったね。高いっちゃ高いですけど、うん、高いっちゃ高いんで、この大きさだったらそうって感じですか？いやいや、住宅地がまだ南林間のあたりだったら、うん、あの20万円から30万円の一坪あたりね、うん、時代で、うん、まあ一応そこは通りに面したとはいえ、僕の不動産価格で見ると坪あたり、まあ、50万からいいとこ60万、うん、だから200坪で1億円ちょっとですよ、うん、それがやっぱりそのガス時短の権利とかいろいろつくんだろうね、うん、ああなるほどなるほど、うん、だから上乗せされてるわけですね。そう、まあ、上乗せっていうか、なかなかガス時短の権利が、うんうん、取れない時代だったんで、うんうんうん、で、あの、まあ、2億円だったら売ってやるよと。ああだから宗教法人を買うみたいな感じですよね。いや全然違う、全然違うんだけど、あ、まあそれはいいね。で、まあ、2億円ね作ったんですよ、結論から言うと。あの地元の浅草信用金庫さんも出してくれたんで、うん、あのテリトリー外だけど、ほら当時はね月商で7000万とか8000万近く行ってたんでね、信用があったわけですね、うん、あの力がだんだん会社の力もついてたんで、僕がこれ買収したのは結局、22歳で独立して24ぐらいの時だったんですね。あ、うん、はいはい、24歳の時にそういう話があって、まあこれ3店舗もちろん即決見に行って即決、うん、即決じゃ僕買いますよと。なんでそこの人は、うん、あのそんないい場所なのに売ろうってなったんですか？売れなかったんだよ。売れなかった、うん、売れなかったの。え、ここも車めっちゃ通ってんのに。通ってんのに、だから安売りしてないから。それだけですか理由？いや、それだけ。場所は良かったんだけどやっぱり売れなかったんだよね。まあ売れ、まあ、人並みには売ってたんだけど、うん、あのそんなに商売として、うん、なんかあの他の商売もやってる会社だったんで、もうガソリンなどいい値段で買ってくれるんだったら、うん、売りますよって話だったの。あ、なるほど。それで僕はまあ、あのもう即決で買ってね、あの銀行に言ったら、うん、2億円出しますよと。あ、もうそんなホイホイ、まあ、まあ、200円全額じゃなかったけど、うん、会社の資金もねその頃は2000万ぐらいあったんで、うん、出して、うん、まあ、結論から言うと買いました。あ、ね、結論から買った、ね、3店舗もちろん買ったけど、当時そんなにその店自体は、うん、全国平均の月に50キロリットルだから5万リットルぐらいしか売れてなかったんで、うんうん、地下に入ってるタンクが小さいんですよ、容量が。あ、僕は容量たくさん売る自信があったんで、うんうん、またあのこのね、まあ、そのこの計量器っていうんですけどね、この計量器とこの地下タンクの、あのそこにパッチに3000万ぐらい金かけたの、ベッドに。あ、じゃあ買ってからもまた改装でお金がまたかかったってことですか？お金もちろんかかるの。この見えないけどこの地下にね、うん、10キロタンクをあの10本ぐらいぶち込んだんだよ。ここはね4本ぐらいしか入ってなかったんです。そこにもう10本ぐらい、それいくらぐらいかかったんですね。だから全部で3000万ぐらいかかった。高い。いや高かない、それはいろいろ相見積もりやったんだけど、うん、まあ当時の相場じゃないかなと思うんだけど、とにかく僕は売る自信があったんで、はいはい、10本ぐらいもう1万リットルタンクを10本ってことは、うん、あの相当な量売れるからね。え、じゃあもしかして、うん、一から作ってガソリンスタンド建てた方が安いですか？もうそれ絶対安い。あ、もう絶対安い、絶対安い。いや、うん、まあだけど当時は、うん、あの前々回も話したように、うん、簡単にガソリンスタンドが、ね、あの建築できない、うん、もういろんな行政指導で縛りがあって、あ、でもやきもきしてる時にその話が来たからもう、そうそう、うん、僕はもうほら、安売りならば、うん、どういう場所だったらどのくらいガソリンが売れるかっていうのを大体、うんうん、こう掴んでたんでね。あ、なのでもうぶっちゃけ場所関係ない感もありますけどね。あ、どこでも僕はどこでも売る自信があった。安ければ売れるみたいなのがありますね。もうそういうのがあった。まだ安売りの店がない時代だからね、うん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 、でまたねこの今で言うマーケティングだよね、うん、大学で学んでんでしょ、はい、マーケティング論学んでます、はい、でそれも大学の基準理論じゃないから、うん、僕らのマーケティングっていうのは要するに周りのガソリンスタンドが1リットルいくらで売ってるかっていうのを調べて、うん、販売量を調べてね、差をつけるのが一番、うん、で、まあ、買ったんですよ。で結論から言うとここが大当たりしたの。あ、待ってましたよ。ここがねものすごい売れたんですよ。もう初月で今でも覚えてるけど500キロね。だから川越を優に越して、あ、もう浅草も川越も全部超えたってこと。浅草の販売量が月に15万リットル、うん、川越が35万リットル、はい、ここはあの50万リットルやばい、うなぎ登りじゃないですか。うん、50万リットルプラスどんどん伸びてったんで、あの平均すると60万リットル、500キロから600キロ、全国平均のガソリンスタンドの10軒分ここ一箇所で売ったんですよ。もうレベチですね。だからもうめちゃくちゃ売れたわけ。え、じゃあもうやっぱりここにあのメーカーさんがこうやって来るんじゃないですか。ところがマークを買ってくれ、これ買収した時には、
これよく覚えてるんだけど、うん、共同石油だったんですよ。買収した時共同石油、ここが共同石油だった、共同石油のマークだったのね、うんうん、で僕が買収、ライオンズ石油が買収したって段階でこの持ち主が当然共同石油に言うわけだ、持ち主にライオンズ石油っていう会社がに売ったんだよと。あ、はいはいはい、ね、ちゃんと契約まとまってからね、したら共同石油が速攻でこのマークを取りに来たからあのクレーン車でペシッと切っちゃうんだよ。なんで取りに来たんですか。で安売りするから。だから普通だったらね、共同石油がライオンズ石油と取引して、うんうん、ね、やれば、うん、売れるのに、うん、やっぱりその南印鑑とかその大和市周辺にね、うん、共同石油のガツリ団がいっぱいあったんで、あ、なるほどね、当然反対すると分かってたんでしょ。あ、組合がまたね、そう、巻き菱巻きに来ると思ったんだ、うん、でね、この大和とか、うん、この海老名とかね、まあ、これは後に知るマーケティングして分かるんだけど、またこれがね、うんうん、安売りするガソリンスタンドが一軒もなかったんだよ。一軒も？だから値段が非常に高かったわけ。いい値段で売ってたんだよ。100ね、120円から125円、まさに台東区と同じような値段で売ってる地域だったのね、うん、じゃあその中で谷さんが98円だか100円だかで、まあ、98円で売ったんですよ。もう売ったらもうもっとお客さんもう地図つなぎだよね。でまた川越の時と同じ未来が見えますよね。ところがね、はい、ここも僕もう組合が嫌がらせするの分かってたから、うんうん、ここも最初から24時間営業防御策として、はいはいはい、もうそこはまさにちょっと住宅街と商業地が入り乱れたような場所で、うん、ずっと行くと今はないけど日産の工場があったの。日産の自動車を作ってる工場があった、うん、有名な日産の工場があって、うんうん、そこの従業員さんも通ってたんでね、いい、まあ、だけど夜中はねさすがに11時から朝の4時まで車の通りがないんだけど、うん、嫌がらせ防止策のために24時間営業、あ、ドン・キホーテ政策、うん、やるしかなかったのね、うん、まあ、でもおかげさんで、まあ、ものすごく初月から売れて、うんうん、まあ、ここもドル箱になるんですよ。ドル箱、ドル箱っていうのは要するにお金を生む箱になる、うん、そのドル箱っていうのね、初耳、あ、ドル箱知らない、うん、でまあいずれにしても儲かるね、うん、儲かると一番儲かる店になったわけ。あ、もう嫌がらせももう来させないし、来させないしね。あ、でまあその頃になると一応台東区の橋場のガソリンスタンド、それから川越、ここで3店舗でしょ、うん、当然人の問題でね、まあ、しょっちゅう募集しなきゃいけなかった、ね、あ、そうですよね。もう今まで持ってたヤンキー君たちでは、ヤンキー君ももちろんヤンキー君は真面目だからね。ヤンキー君はよく頑張るし、うん、またねこのヤマトっていうところは、うん、まあ、皆さんご承知でしょうけど昭和52、3年頃のヤマトって、うん、いろんな暴走族のメッカだったね。いや本当にメッカだったね。ブラックエンペラーとかの発祥じゃないかな。もうそういう有名な暴走族の、パラリラパラリラ、今でもヤマトってあんまりイメージ良くないんだけど、ね、とにかくそういう暴走族のね、ブインブインとバイク、うんうん、あるでしょ、うんうんうん、だから当然アルバイトに来る社員含めてね、大体こう暴走族よ。あ、もうみんなリゼント、うん、でもちろん僕はその頃になるとね、リクルートが出してた就職情報というのにもうめちゃくちゃ金かけてね、中途社員も募集したし、うん、新卒もやったんだけど、やはりね新卒はなかなかもう募集お金かけても来ないのね。あ、それなんでですか。やっぱり本社を持ってなかったから。新卒募集するにはまたこれノウハウがあるんで、また新しい形で動画で出しますけど、新卒を迎えるためには新卒用のやり方ってあるんですよ。で、まあ、まあ僕はリクルートから新卒やりましょうやりましょう言われて、新卒にかなりお金かけたんだけど、新卒は面接は来るんだけど、やっぱりガソリンスタンドっていうんだよね。あ、やることはやっぱガソリン、みんなお客接客、そうそう、そういうことだから、うん、自分の想像と違ったみたいな感じで、そう、やっぱり将来もガソリンスタンドですかってことでやっぱり来ないよね。だ、来るのはやっぱりその元暴走族だ、現役の暴走族ってことね、スリッパで、うん、そういう、いや、その頃はねさすがにスリッパいなくなったんだよ。あ、じゃあ何ですか。サンダル、サンダル、新しい流行が、暴走族のあんちゃんって女物サンダル履いてくるのね。いや、なぜか女物サンダル で、まあ、それでもちょっとランクが上がったような、うん、もうちょっと暴走族じゃない人も来るようになりました。あ、まだちょっとまともみたいな、うん、で、まあ、いずれにしてもね、まあ、元気なお兄ちゃんたちがいっぱい、うんうんうん、来てくれて、はいはいはい、まあ3店舗ね、はい、まあ、どこもみんな盛況で、あ、もうじゃあもうハッピーエンドじゃないですか。ハッピーエンド、もうどんどん買収していくぞと。
もう買収にあの舵を切るしかないなと、うんうんうん、はい、でまたこのね、あの南印鑑にあの買収してから、この大和とか相模原のね、この町の魅力っていうのがだんだん分かってくるんで、それまたね次回、はい、あのなぜこっちに僕が本拠地を移したかってね、そういう話もしていきたいと思います、はい、まあ、いずれにしてもね、この南印鑑で僕はグッと企業としての、うん、あの売り上げがまたグッと上がるんですよ、うん、ね、それを見たお話ししていきたいと思います、はい。